皆さんこんにちは。北イタリアピエモンテ州ノバル県在住、株式会社ワインアート代表の奥山理恵です。今日はワイナリーの方にも行ってきたので、その現在のワイナリーの様子といったのも映像に入れてお知らせしたいと思います。よろしくお願いします。今日はコリーネのバレージネピオロです。今私が輸入して取り扱っているワインの中にはコリーネのバレージネピオロ、実に4種類もあるんですけれども、今日はそのうちの1つになります。女性の生産者の方が作るコリーネのバレージネピオロ、畑の名前は美人。この美人というのは人の名前になります。美人と聞くと女性をイメージするかもしれませんけれども、実際には男性です。今年2020年、この地域は赤ぶどうの収穫がとっても早まりました。8月の下旬から9月にかけて、通常なら気温が下がるところが暑いまんまだったんですね。そのためにぶどうの糖度が増して収穫が早くなりました。コリーネのバレージネピオロ美人2020年、すでにステンレスタンクの方で発酵を終えて、フランス産の木の樽500リットルのトノーに移されました。Che ha già finito di fermentare, lei ha già fatto anche un travaso. Sta qua dentro. Magari va dentro. Bene, bene. È già buona, eh? Buona. Sono concentrati, sono belli potenti. Sì, sì. Banana, tre cloni, eh? Ci sono tre cloni. È molto buono, eh? E questo quando vendemmiato? Questo l'abbiamo vendemmiato 24 di settembre. 24 di settembre. Ah, quello che mi piace dalle botti, eh? Ah, ecco, ma che è quello? Vicino. Sì, sì. Qua dentro. La fermentazione dentro delle botti. Eccolo, guarda. Se vuoi anche riprendere, c'è scritto che cosa c'è. 2020年収穫のネピオロ美人です。La primavera prossima, verso magari maggio, così è già tutto, già comincia da iniziare. È il VG 2020. その中でもこのコリーネのバレージネピオロ美人は、木の樽で8ヶ月間熟成させるため、フランス産の木の樽500リットルのトノーに移されていました。ここで8ヶ月間熟成となります。そして発酵を終えたワインについてです。赤ワインというのは果皮と種子がついたまま発酵されています。そして発酵終了後というのはワインは濁っています。多くの粒子が
その液体内に分散しています。液体というのはワインですね。分散しています。その濁った状態でクリアじゃないと快感を損なうということもあるんですが、それだけではなくて時間の経過とともにもちろん変化や科学的な変化や血管を引き起こす可能性が生まれてきます。でその濁った状態、その固体物質が沈殿していくのを待つ。その沈殿していくんですけども、その沈殿していく固体物質の中には主にどういったものがあるかというと、もちろんブドウの果皮ですね、種子だったり果皮だったり果肉だったり、そして酵母細胞、上の部分がクリアになっていますね。そのクリアになっている部分を一旦移し替えることになります。それをトラバーゾと言います。そうしたの後に残るのが沈殿したブドウ搾りかす。水分をたっぷり含んでいるので泥のような感触です。これをさらに圧搾して水分を取り除きます。これは近くのグランパ蒸留所の方に運ばれてきます。ワイナリーにとってはこのブドウの搾りかすの販売というのも大きな収入源の一つになっています。そのためこの原料を中心としたこの地域ですね、このワイン産地の地域ではワインも有名だけどグラッパも有名です。美味しいですよ。それでは乾杯したいと思います。今日紹介するワインはもちろんコリーネ・ノヴァレージュ・ネッピオーロ美人、収穫年2018年、では乾杯しましょう。乾杯。色彩はすごく深く綺麗なゆず色、少しガーネット色のニュアンスがあります。次に香りを楽しんでみましょう。とても熟した赤い実の森の果物の香りですね。スミレなどのお花の香り、とてもエレガントなワインですね。そして甘いスパイス類の香りもしますね。その奥にユーカリとかミントのような少し緑の香りもしますね。味わいを楽しんでみます。ネッピオーロの持つ酸とタンニンがとても両方とも強いんだけども、それがとてもいいバランスになっていて綺麗なワインですね。エレガントでみんな長いです。今度の日曜日で冬の時間になりますので、1時間時計の針が戻ることになります。秋の終わり、冬にかけて長い夜の時間が待っています。そんな時に最高の贅沢はですね、こういったエレガントなワインはもちろんお料理にも美味しいんですけども、好きな音楽を聴きながら、私はイタリアのジャズが好きなんですけども、ヘーゼルナッツですとかオレート、そういったので夜の時間楽しむのも最高に贅沢かもしれません。今日はこの美人のワインで夜更かし。それでは皆さんも美味しく楽しく素敵な毎日お送りください。ありがとうございました。チャオトゥッティ。